一体改革は増税先行ではありません間違いなくありません子育て支援三法がその最大の証拠であります皆さんはこれらの法律の生みの親であります生みの親。この日首相官邸に集まったのは先月成立した社会保障と税の一体改革で 子育て支援に関する法案の作成に取り組んだ専門家など、およそ80名です未来を担う子どもたちの健やかな育ちを願い、子育てに日々奮闘するパパ、ママたちの苦労を思って、さまざまな知恵を出し、調整に汗をかいていただきました、チルドレンファーストの2年を一歩も、二歩も前に進める画期的な成果だったと思います。 その成果が子ども子育て関連散歩例えば給付について幼稚園など大きな施設への充実だけでなく新たに事業所内保育や小規模保育にも給付を実施これによって受け皿を増やすことで待機児童の解消を図りますさらに地域で子育てを支える事業として放課後児童クラブや NPO などが主体となって運営する 地域子育て支援拠点などを充実させます総理はこれまでもさまざまな場で意見交換を行ってきましたその一つが日頃から新聞社やテレビ局などで子ども・子育てのテーマに取り組んできた女性記者の方々との意見交換会取材などを通じて得た生の意見や解決すべき課題の指摘に耳を傾けました日本が 世界で最も子どもと子育てに優しい国と呼ばれる日がいつの日にか来る、その時には今般成立した法律がその歴史的な端緒となる、そういうことを願い、ご挨拶とさせていただきます。